今日はこちらをやっていこうかなと思います。豚バラです。で今日はこちらで豚バラの塩漬け肉をやってみようかと。まあ、ヨーロッパの方では、まあ、アンチェッタとかって言ったりしますけど、生ベーコンとか言ったりしますが、で、まあ、作り方はもう簡単でね、まずは消毒用に、まあ、スピリタスなんか使おうかなと。今はねこういう便利なものもあるのでこちら使ってもいいかと思いますが、昔こんなのなかったんで、できるだけこう昔のやり方でこうやりたいなというのは私のスタイルなんで、あまり分あのほらニトリルグローブとかもあまり履きたくないですよ。できれば昔ながらで手はちゃんときれいに洗って、で、まあ、消毒にはまあこういう種類を使うというのがよろしいのではないかと。まあ、皆様お好みで、もう完璧、あの完璧主義の方はもうちゃんと手袋入った上になおかつこうアルコール消毒するようなことをすれば良いかと思います。とりあえずアルコールで表面を、なんかアルコール消毒は 70% くらいがちょうどいいみたいですよ。あの知り合いの薬剤師さんが言ってました。あまり強くてもね意味はないかなと。多分 70% あれば全ての菌が死滅するんでしょう。そうしましたら、まあ、今回は瀬戸内の恵みにがり塩でいってみようかと。あのヒマラヤ岩塩使う時もあるんですけどね、だいたい海の塩の方がいいような気がします。まあ、皆様お好みで、普通にあの食塩使っても、紙パックに入って大きいやつ、漬物に使うようなやつ使っても構わないと思います。で塩の量も適当です。だいたい表面にかぶるくらいでいいかなと。でしっかりと塗り込んでいきます。まんべんなくね、周り全体から入ってもらうように。そうしましたらお砂糖も、うちはあの3温糖しか使わないんで、もう適当に、あの測ったりするのはねもうめんどくさいので、だいたい勘でやっております。もししょっぱかったりしたらね、あの甘すぎるってことはまずないので、まずしょっぱいのが先にきますので、しょっぱすぎる、もししょっぱすぎた場合はあの水にさらしてね、あの塩抜きはできるので、もう私はやりませんけどね、それもまためんどくさいので、あのここでね、あの香辛料やったりしてもいいんですよ、やりたい人は。まあみんなお好みで、あまりこうガチガチに決められたものを決められた通りにやるのはあまり好きじゃないので、私はマイスタイルでやっております。そうしましたらジッパーをしっかり閉めて、中の空気は抜いた方がいいです。密着するようにしてしっかり空気を抜きまして、あとはこのまま冷蔵庫へ。まあこれで明日とか明後日などドリップがたっぷり出てくるんで、それは後から捨てたいなと思います。では冷蔵庫へ。はい、パンチェッタ 2,3 日経ちました。そうするとこんな感じでドリップが出てきます。では開けていきます。こんな感じです。でドリップがこのように、これはこのまま捨ててしまいます。でここで一度水洗いします。でしっかりと水分を取っていきましょう。でこれでもうあの生ハムみたいに食べれますよ。もうちょっと食べてみますか。はい、こんな感じです。ちょっと湿っぽい生ハムみたいな感じで、乾燥が入ってないのでこんな感じなんですよ。でもうねちっともちっとっていう感じです。ではいただきます。うん、うまい。この塩味がたまりません。うん、でこの豚の香り、うん、うまいっすな。でもこれでは終わりません。今回はこれいいね。もう、まあ、ベーコンの下準備みたいなもんなので、あと香辛料つけてきます。で今回はまあローリエ、まあ、よくカレーなんかに入れますよね。で本当はあまりめんどくさいの嫌なので、あのいつもでしたらクレイジーソルト、あれかけて終わりなんですよ。ですけどたまたま切らしてましたので、切らしてたのでうちにあった、まあ、ローズマリーとかタイムとかを、まあ、適当に、まあ、この3種類で今回はいきましょう。んで表面にちょっとアルコール塗ってあげます。まあこれスピリタスですね。超強いウォッカです。今これ手に入るんですかね、ロシアでやらかしててどうなんでしょうか。 あポーランド産なんで関係ないですか。でローズマリーで、タイム
でローリエを乗せまして、でまたフリーザーバッグへ戻ってもらいます。あ、これ新しいやつですね。で中の空気をしっかりと抜いて、これでまた冷蔵庫で 2、3日、それが終わりましたら乾燥へ入りたいなと思います。では、はい、香りがついたと思うのでこちらを洗っていきます。こんな感じでスパイスがついておりますが、これはみんな洗い流してしまいます。あとはしっかりと水気を切りまして、スパイスはね、多少ついても大丈夫なので、うん、スパイスのいい香りがしております。ではこのままネットに行ってもらいます。では、はい、パンチェッタです。こんな感じです。まだね1週間なんで柔らかいです。プニプニしてます。ではまた1週間後。ではパンチェッタ、まだまだちょっと乾燥不足ですね。油の方はこんな感じです。まあもうしばらくこのままでいてもらいましょう。はい、今日で4週目ですね。こんな感じです。でもまだ柔らかいかな。うん、でもいい感じにうまそうになってきてます。来週あたり食べれたらいいかなと思っております。ではまた来週。今日で5週目です。もうだいぶもうカッチカチですね。カッチカチ。今日あたり食べてみますか。だいぶ薄くなりましたね。ではキッチンへ移動してみます。はい、こんな状況です。もうカッチカチ。ではまあ煽れるくらいですから、本当の干し肉ほどはいってませんが、ちょうどいいのではないでしょうか。これで5、6週目ですね。では早速こんな感じ。この油のとこがねうまいんすよ。ちょっと味見を。うん、うまいわ。うん、この油の中から出るこの香りと、うわ、なんでこんなうまいんだろう。でこのスパイスの香りが、うん、うわ、うまっ。うん、まあ、食べてる場合じゃないですね。うん、では早速切り分けていきましょう。これ薄く切った方がいいですよ。今日はこのぐらいでいいでしょう。あとはね、これはね、まあ袋なんかに入れて、でもう1週間は持つので冷蔵庫で。でこちらは炙ってしまいましょう。出来上がりでございます。焦げた豚のいい香りがしてます。まあ、本当はねこれよくカリッカリになるね、ベーコンみたいにカリッカリになるだけ炒めて、この油をねパスタに絡めてなんてやるのがメジャーなんでしょうけど、私こうつまみとして食べたいのでこういう形になります。ということはお飲み物ですかね。今日はこちらをいきますか。響きブロッサムハーモニー、まあこれ年に1回出るやつですね。シーズンものです。2023年、去年のやつですね。うん、いい香りなんですよ。これを炭酸割りで、まずはいただきます。おうまい。もうタルコがたまりませんね、本当にね。いやー、うーん、おーと、こっち行かなきゃダメですね。では早速、なるべく薄く切るといいです。こんなペラペラって、もっと薄くてもいいですけどね。まあ、これ以上薄くやるとなったらちょっと機械が必要になってくるかなって感じです。でこの脂身のとこと赤身、まあ脂身食べるもんですからね、パンチェッタなんかね。この脂の熟成された香りがもうたまらないんですよ。ではいきます。うん、うまい。口の中で噛んでるとこう、この熟成された香りがもう、うん、うまいっすね。この塩味とこれがまたこれ進む音になりますわ。でこのタルコがまたうまいな。響
響きうまいな。では炙りの方もちょっといただいてみましょう。ほら火を通すと今度これもっと火を通すともっと透明になりますよ。今表面だけ炙っただけなんでこうですけど、でもっとカリッカリになってこの油を全部染み出させちゃって、それにこうパスタなりご飯なんかに炭水化物に混ぜるととてもうまくなります。ではまずいただきます。炙ることによって塩味が増すんですよ、まあ、中の水分が抜けるんでね。でそこも焦げた香り、塩味はもう3割増しくらいになりますかね。そうするとまたこれがいっちゃうわけですよ。噛めば噛むほどスルメじゃないですがうまいわ。これはもう酒の魚に最高です。ただ塩分を抑えようとかっていう人にはもうちょっと危険信号です。もう酒ははかどりますが不健康もはかどります。でもうまいです。まあね、美味しいものはね体に良くないとかってよく言いますので、まあ何事もねあのバランスですよ。塩だってねかけすぎると死んじゃうわけで、水だって飲みすぎると病気になるわけで、何事も適度がバランスが大事ですよ。仕事もバランス、余暇もバランス、旅行はバランス、何事もバランスが大事です。皆様も人生バランスを取りながら楽しんでいきましょう。ではまた。